しを吉田土の先生でお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、行きます。はい、はい、で少し準備が見えるポーズでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、バストアップに行きます。はい、はい、で体の距離を少し変えていただいていいですか。あ、ありがとうございます。はい、行きます。はい、行きます。すみません、お願いします。先週からいただいております。大丈夫です。ちょっと今、ストローをかぶっちゃって、すみません。じゃあ、バストアップでいただきます。お願いします。ありがとうございます。あ、すみません、じゃあお願いします。あ、そちらにいた。すみません。よろしくお願いします。皆さん、今回そのリニューアルしました、ティファニー銀座本店をですね、ご覧になっていかがだったでしょうか。ちょっとまだ見てないので、楽しみにこれから見させていただきます。はい、本日身につけられているティファニーのですね、ハイジュエリーについて教えてください。はい、あの海をテーマにしたあのコレクションということで、あのスターフィッシュをモチーフにしたハイジュエリーです。今つけられてあのご気分としてはいかがですか。最高です富永さんにとってですね、ジュエリーとは何でしょうか。そうですね、あのもちろんつけるとこう気分も高揚しますし、あのなんていうかな、ハイジュエリーっていうのは特にこう自分の内面からの輝きも引き出してくれるような、そんなジュエリーだと思います。でまあ、ジュエリーというものは基本的に私は継承していくものだと思っているの でやっぱりこういったハイジュエリーのものっていうのはあの一点物だったりというものが多いので、そういったものもこうつないでいくっていう意味もあるかと思います。ありがとうございます。代表質問以上となります。どうもありがとうございました。